ハディ、防水無線テレビ22型ハディ、フルハイビジョン無線テレビとは、ハディ企画を使用した、フルハイビジョン映像を無線により、ワイヤレスでの視聴を可能としたテレビである。単に、ワイヤレステレビと呼ばれる場合もある。アメリカで実用化し、日本で改良した、ハディ、ワイヤレス HDMI 方式の無線テレビであるが、ハディとは、ワイヤレスホームデジタルインターフェースの略で、 イスラエルのアミモン社が開発したワイヤレスで高品映像を伝送するための技術である。なお、ハディ方式でフルハイビジョンの無線テレビは日本では防水機能が付加され、ハディの特性を活かした持ち運び自由な日本のフルハイビジョンを浴室で楽しめる防水無線テレビ、浴室テレビとして製品化された。AV 機器のケーブルによる接続方式では たくさんのケーブルが必要となるため接続が煩雑となるのが常であった。また、AV 機器の接続は高周波信号によって長距離伝送する場合、混線が発生する場合があったが、HDMI の開発により、1本のケーブルでそれぞれの機器が接続可能となったことにより、大幅な改善が見込まれるようになった。しかし、HDMI ケーブルは高価であり、 何十メートルもの長距離を配線することは、金銭的に不利であり、ケーブル配線であることには、変わりがないので、機器設置場所には、多少なりとも制約が残ることとなる。これを払拭できる、可能性があるのが、h ディ、i ワイヤレス HDMI 規格であり、無線の到達可能範囲であれば、AV 機器の設置場所は、ほぼ自由となり、快適性、デザイン性、作業性は、 大幅な向上が見込まれる。パソコン機器に関しては、無線 LAN の普及に伴い急速に無線化が進んでいったが、AV 機器における無線化はなかなか進展しなかった。それは高品ヒ映像を無線伝送する技術など、いくつかの問題が残存していたためであるが、アミモン社が針を開発し、2009年4月に同技術を利用したチップを販売開始したことで普及が進んでいった。 まず、アメリカで薄型テレビやプロジェクタで実用化されていき、やがて医療関連において採用された。高い性能が求められる医療用の機器に使われ普及したことは高い信頼性を証明した。日本では浴室テレビを主な目的として防水無線テレビに盛り込まれた。改良点としては従来最大1 0 8 0 i ハイビジョンであった映像形式を 1080P 形式のフルハイビジョンに対応させたことであり、同時に静止画の表示画質向上などの改善も行われた。日経エレクトロニクス2010年1月15日、CES 続報、医療機器にも採用、アミモル社が萩の浸透ぶりをアピール。ホームネットワーキングに係る技術標準と産業構造をめぐる動向、市川類ジェトロ、IPANY。 独立行政法人情報処理推進機構 HP 内例えば内視鏡で撮影した映像を送るために使われ、高品位の映像を高速で安定して送ることを可能にし、手術室内のケーブルの削除削減にも貢献した。ありがとうございます。